太田助政、100匹の犬を自在に操り敵を翻弄し、この岩槻城と松山城の2城を守ったと。その犬たちの中でひときわ目立つ巨大な白き魔剣の噂を聞いた。白き魔剣。その白き魔剣、本能寺の変より行方知れずとなっていた右大臣織田信長公の犬であろう。もしそうだとしたらいかがなさいます。その犬欲しい。これはなんだ。これはこんな生き物見たことはない。殺しますか。美しいな。え、かように美しき犬見たことがないわ。ルキフェル、どうじゃ、わしの犬になるか。俺がお前の。秀吉様。なんじゃ。本当のところどうして明智光秀様はご謀反なさったのですか。雨の滴るか。光秀よ、全くお主らしいの。じゃが天下は滴るものではない。滴らせるものじゃ。これは爆薬。本能寺を吹き飛ばすおつもりか。これと明智日向守光秀で大義であった。討ち取る。織田信長を燃やしてはならぬ。おい、首を取れ。皆の者、本日夜明け前、本能寺にて右大臣織田信長公が明智光秀に討たれた。そのような顔をいたすな。これは祭りじゃ。日の本が注目する天下祭りよ。風の神よ、俺に力を。もっと早く前、前へ。我に続け。昔のキラキラした秀吉はどこ行ってん。昔の明るい日輪のようなあんた、どこ行ったんや。利休、我は闇よ。寂しくはない。何も怖くない。17年か。頑張ったの。お前は瑠璃色の可愛いわしの犬じゃ。俺はまた間に合わなかったのか。山道は全て私の手下が封鎖してます。助けは呼べませんよ。
お主を失い慌てふためく助政の姿が目に浮かぶわ。そうはならぬ。悪鬼羅刹となってお主を倒す。まあ泣きはするだろうがな。北条家には足柄山を根城にする風魔の一族が味方すると聞いたことがあるが、やはりあなたは危険な方だ。風魔人軍統領風魔小太郎か。そうだよ。絶対に死ぬなよ。ダモン、大竹の意志を見せるのじゃ。信長様ルキフ、ただひたすら東へ駆けよ。俺は案ずるな。そなたは勝つ。誰もそなたには触れられぬ。俺は恐れるな。お前は世の犬であろう。お前はこの信長の犬だ。